本だ。これね、本がいっぱいある。世界の家の窓から。家の窓から見た写真は見知らぬ土地の見知らぬ人の人生を深く知り、私たちが相違点より類似点を多く持つことを教えてくれる。共感そして涙。77カ国の自宅の窓の風景、201人の人生の物語、全世界312万人が感動。いろんな国の家から見た。はあ、どんだけいいとこ住んでんだよ。写真がね、いっぱいあるわ。で、写真だけじゃなくて、どこのなんかいつの写真みたいながね、めっちゃ書いてる。すごい、そういっぱい載ってます。こういうの好きな人はぜひ。77カ国201人の人生ストーリー、 View from my window、 日本語版、世界の家の窓から。恐竜始めました。ちょっぴり切なくて温かい白亜町に住む人々と小さな恐竜たちの物語。ここは白亜町、今も恐竜が生きる町。心優しい人々と小さな恐竜たちの温かな暮らしの物語。かわいいね、これ。ほら、プテラノドン着てるしな、ちょうど。わ、かわいい。いろんな恐竜が出てくるんだ。なんかね、かわいい恐竜がいっぱい出てくる。あ、長い話もあるのか。4コマだけかと思いきや。ここはおすすめです。恐竜始めました。恐竜始めましたの次と来たら、やっぱりバガボンドですかね。なんでこんな順番？注意書き一個もねえわ。注意書きというか、あらすじ的なものが。ちょ、前から読んでみたかったんだけど、Amazon の電子がなくて、ちょうどおすすめされたんで買いました。バガモンドです。ん？ポケモン GO プラス。なんかカビゴンついてる。これは？ポケモン GO。ポケモンスリープにも使える。え、なんかついた。まだ何もしてないのに。何もしてないのに電源ついたんだけど。ポケモンスリープ2日でやめた。寝るときに携帯いじりたいから。あ、これ続かねえなと思って、やめるなら早くやめようと思ってやめた。ちゃんと任天堂のタイプ C 入ってる。これ何するやつなの？これはそういう人におすすめ。これがあればボタンを押すだけで睡眠測定できる。 What？ ポケモン GO じゃないの？これ GO もスリープも連携できる。へえ、めっちゃいいじゃん。携帯いじってでもこれがポケモンスリープしてくれるってこと？アプリの中身というか内容というか、やってくれるってこと？見て、かわいいカビゴン。これを回すとこうやってポコンって出るんだって。これカビゴンがで、こうしたり、こうスタンドにしたり。スタンドにする能力はね、めちゃくちゃいらないと思うんだけど、フォールド的にもともとスタンドにできるわけだから。こうやってフラットにもできるというやつらしい。ポコポコ。そのスマホ紹介して。なんとこれ開くんですけど、まあアプリを開くじゃないですか、これ。でも割とでかいんですよ、この画面が。まず、ちなみにあのデメリットから言うけど重い。 iPad かぐらい重い、これ。まあこれアプリだったら何でもいいんですけど、これ下にこれでやるじゃん、なら、ここに分割っていうのが出てくるんですよね。これ分割をしてもう一個アプリを選ぶと、まさかのダブル起動できます。衝撃のダブル周回ができる、これ。こうやって、これで周回できる。で、これ、俺、マジでビビったんだけど、これ、どっちも画質設定最低にしてるのね。いきなりゲームの話になるんだけど、アークナイツの方が重い。むちゃくちゃ軽い。スターレール。このゲーム。ほら。むちゃくちゃ軽いけど、アークナイツの方がね、重いんだよね。実は。なんかね、ステージの読み込みが重い。この、なんだ、ステージ選んでから、ここがね、ちょっと遅い。けどね、スタレはなんか全然余裕でできる。こうやって置いて使ったりとかできるし、閉じてこっちの画面で1画面でできたりする。こちら24万ぐらいです。iPad 買った方がいいです。 iPad 2個買った方が安い。そっちの方が多分快適だと思う。俺の中でおすすめ星5でつけてって言われたら 1.5 ぐらい。ただ俺は興味を止めれなかった。ちなみに消しゴムマジックできます。消しゴムマジックで俺のこと消してみるか一回。ちょうど映り込んだぐらい映らないと。間違えて映り込みました。今ご覧の通り、間違えて写真に映り込んでしまいました。でこれ消しゴムマジックで消したいと思います。ツールの消しゴムマジックで。本当に消えんのかなこれ。ちょっと怖いよねえ、怖いよ。飲み込まれちゃった。 T シャツ生きてんだけど。
なんか加工らしい、これ消したいやつを。おはははは、消えた。おい、俺が俺消えた。これかなりね、消えました感ある。でもさすがに、さすがにかなり消えました感あるな。背景があれだからか知らないけど、すごいな、本当に消えるじゃん。でこれな、カモフラージュってやつあって、これ今俺ここにいるんだけど、これカモフラージュやると、これあの、ね、俺がねカモフラージュします。え、わかる？俺が背景にカモフラージュしてんのこれ。じゃあね、ここが悪い。これは背景が悪い。グリーンバックでやろう一回。これね、これで編集のツールの消しゴムマジックカモフラージュね。マジで俺完璧な明細して見せるから、マジ見といて。完璧に明細して見せる。俺このここに囲ってね、これ。ちょっと頼むよ。完璧なカモフラージュするから俺。くっそ遅くね。は？服が俺にカモフラージュした。俺が背景にカモフラージュすんのかと思ったら、服が俺にカモフラージュしやがった。ふざけんなよ、そっちじゃねえ。 Google さん、もうちょっと頑張ってください。これは期待してます、アップデート。ルルブ24最新版大阪ユニバーサルスタジオジャパン、遊びに来てや、笑いの街に串カツ、お好み焼き、たこ焼き、天下の台所で食い倒れ、街歩きマップ。うわあ、夏、この大阪市、北、南、梅田、北新地、中之島、淀屋橋、心斎橋、アメリカ村、道頓堀、難波、日本橋、新世界、安倍の天王寺、ユニバーサルスタジオジャパン、大阪城。でもね、ちょっとこれだけはマジで言いたいんだけど、大阪って一時期ベネツィアを自称しようとしてたんだよね。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんだけど大阪って日本版ベネツィアになろうとしてた時代があるの。あの、水の都になろうとしたんだね。あの、橋本知事の時代の時に、あのクソ汚い、あの川あるじゃん、道頓堀、道頓堀をなんかプール並みに泳げるようにしようって言って、なんだ、本当にベネチア化しようとしたの、水の都大阪みたいな。全然イメージに合わなすぎてマジで定着しなかった。あの、水の都要素を、あの、海遊館しかないんだよね。今普通に魚泳いでるらしいよ。うまくいったんか、じゃあもしかして水の都大阪作戦。実際大腸菌の量が減ったらしい。あ、そうなんだ。うまくいってるらしい。でもさ、大阪って言ったらでもユニバになるよな。東京にディズニーがあるように、大阪って言ったらやっぱユニバか。え、串か、いや、大宮本店あるんだけど。大宮本店乗ってるわ。俺が一番好きな串カツ屋、大宮本店。これ新世界の皆さんね、大宮本店行ってください。これガチでやばいです。衣って普通なんかサクサクのああいうやつついてると思うんだけど、なんか全部アメリカンドッグみたい な感じなの、大宮本店って。ガチでうまい。大阪帰りてぇ。ちょ、俺ね、1週間ぐらい大阪帰ろうかなと思ってんだよね。地元の友達が結婚するのよ、っていうか。だから、ちょっと帰って遊びたくなってきた、友達と。大阪配信できたらいいね。次行きます。カミーナボタン、酔える姿は百合の花。20歳の大学生、カミーナボタンは、酔うと少し大胆になって一緒に飲んでる先輩たちにドキッとする一言。むちゃくちゃいいじゃねえかよ。百合っていいよな。ユリ漫画っていいよな。なんでこんなにいいんだろう。なんだろう、なんか濁りがない。ユリ漫画は最高だ。絵もね、めちゃくちゃ可愛い。後で読みます。つい他人と比べてしまうあなたが嫉妬心とうまく付き合う本。読むだけで気持ちが楽になる。厄介な嫉妬心を手放そう。なんであの人ばかり人の幸せを素直に喜べない。どうせ私なんて。羨ましいと思った時はチャンス。人気心理カウンセラーが自分に自信をつける方法をお勧めします。第1章、嫉妬心はどうして生まれるのか。第2章、あなたを悩ませる嫉妬の正体。もう苦しまないで嫉妬プラスに変える3つのマインドセット。すぐにできる嫉妬を感じた時の切り替えスイッチ15。他人の嫉妬から身を守る方法。いいな、羨ましい。そんなエネルギーを持て余してしまっているあなたの人生が変わります。心理カウンセラーの根本博之さん著。おお、嫉妬か。嫉妬あんまない
みんな嫉妬する、羨ましいなみたいなやつか、なんであの人ばっかり人の幸せを素直に喜べない、あんまなんかそういうのないかも、他人と比べることでもあんまりないかも、嫉妬っていうとどうしてもこうあやちゃんのあやちゃんに嫉妬することはあるかもしれない、でっか世界で一番美しい化学反応図鑑、なんだこれ、これ小学校のあれにあるやつや、情報は携帯の時代に大きく美しい図版を眺めることで学ぶ楽しさ、化学反応は驚きとワクワクの連続です、サイエンスプロデューサー米村伝次郎、うーわー4180円、これさ小学校とかのさ図書館にあるやつだよね、これいえーごっついわ、あの表紙がこの硬いやつね、化学反応ってどういうこと、これ読んだら理系になるだろうな小学校の時に、うわわわわわけがわからないよ、空気中で燃えるリンらしい、これこれ空気中で燃えるリンです、すごい、なんだこれ、んこれなんなの、すごいパリパリ音聞こえる、新品の音の、なにこれ、なんなの、すごい、こんなんあんの、すげえな、おい子供とか読んだら楽しいんだろうなこういうの、なんかねすごいわ、化学反応だね、もうねなんか化学反応のなんかこの図みたいなやつまで美しいわ、今ねあの31歳なんですけど、31歳が読んでもちょっとおもろかったです、これおじさん元素反応しかちょっと分かんなくてあれなんですけど、化学反応も悪くないなと思いました、よしあと2個で箱終わりなんですけど、2個とも持ってきます、表ひー花火です重たいに決まってる重たいに決まってるわ、なんでこんな重いんだと思ってさ、重たいに決まってるわこれ、はやばいファイヤーエンブレムヒーローズキャラクターイラストレーションズボリューム1 なにこれ、はファイヤーエンブレムヒーローズってこんなにキャラクターいんの、やったことないけど俺、携帯のやつだよね、くっそ重い、ガチでやばい重さ、普通にねダンベル何キロあんの、あまたの英雄たちを配信開始日から実装順で掲載しファイヤーエンブレムヒーローズの軌跡を振り返る、世界観と物語を紐解く、キャラクターイラストだけではなくアスクとエンブラが紡ぐ歴史を整理、第1部から第3部の世界と物語も解説する、ちょっと待って何ページあるか見るわ、623ページ623ページだそうです、ちなみにこれボリューム1、これでボリューム1、てかさファイヤーエンブレムってさむちゃくちゃええよな、むちゃくちゃええよくない、ファイヤーエンブレムいくら4800円プラス税、なんかさこうでかいのがバンバンバンみたいな感じなのかと思ったんだけどさ、めちゃくちゃキャラクターいるやん、すごいキャラクター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 カムいる、どこまで、こんなキャラクターいんの、一生キャラクターなんだけど、こんないんの、ガチでやばい、俺これずっとペラペラしてるじゃん、これ全部キャラクターだからね、1ページに2人か1人見開きで2人から4人乗ってる、やっと終わったわここで、うん、これ全部キャラクター、これチラッと見えてると思うけど、これやばすぎだろめくってるそばからペチャ、キャラクター始まったんだけどこれ第2部かもしかして、あこれ第2部だでこれキャラクターね、ここ、あーはい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 、これ第3部よね、ここから、あーすごいすごい、すごいな、エロ何、こんな水着とかあんの、すごいさ、今までこういう設定資料集みたいなをいろんなもん買ってきたけど、最も分厚いね、さすがにこの厚さはね今までなかった、殺せる人これで、普通に死ぬこれやられたら、これねファイヤーエンブレムのファンの皆さんぜひ、とんでもないボリューム、しかも1ページ1ページにちゃんとね内容がある、1キャラにつきこう 4,5 枚書いてるというか、すごいよファイヤーエンブレムヒーローズ、やってみようかな、面白そうだな、田辺剛、狂気の山脈にて出ました、南極大陸の奥深くへ進む探検隊をチモコール惨劇が待つ、クトゥルフ神話体系の核にしてコズミックホラーの集大成、完全漫画化開幕、おお、ラブクラフト傑作集、
恐怖小説の王最大の長編、ハリウッドすら映画化できぬ呪われた巨峰へついに挑む。うおー、すげえな絵が、いうやつです。これね、読みたかったの、ずっと買おうかなと思ってた。パラノイア、トラブルシューターズ。コンピューターを信じなさい。コンピューターはあなたの友人です。市民ごきげんよう。コンピューターは君をトラブルシューターに抜擢した。つまり今や君はこの地下都市アルファコンプレックスの守護者というわけだ。君と君の仲間のトラブルシューターはこれからコミュニストでミュータントな反逆者を根絶やしにするという素晴らしく楽しい任務に就くことになる。コンピューターがそう言っている。伝統的ロールプレイングゲームパラノイアの初版が1984年に発表されてから30年、この記念すべき年を祝うべく、ここに素晴らしき隊長25周年記念版を初の日本語訳として紹介する。ズレが5年ほどあるのは気にしてはならない。無視すべきルールの諸々と興奮のミッションがアルファコンプレックスの忠実なる熱狂的守護者トラブルシューターを待ち受ける。パラノイア、裏切りと不信と策略の愉快なゲーム。他のプレイヤーを信頼などしようものなら処刑場へ一直線。パラノイアになれたまえ、さもないと。パラノイアは楽しい、他のゲームは楽しくない。パラノイアを買いなさい。カフカ・オーエルとマルクス兄弟の世界へようこそ。善意のしかし錯乱したコンピューターが秘密結社やミュータント、その他様々な実在ないし非実在の敵から市民を守ろうと必死になっている。君が扮するのはコンピューターに選ばれし者であるトラブルシューター。コンピューターの敵を探し出し粉砕するのだ。コンピューターや仲間のトラブルシューターがある事実を暴き出さないことを祈りつつ、そう、君もコンピューターの敵の一人なのだ。パラノイア、恐怖と死と官僚主義とマッドサイエンティストとミュータントと危険な武器と狂ったロボットが織りなす愉快な RPG。 いつでも嘘と詐欺と陰謀を。すごいのこれ、6000円です。こちら、これって TRPG だよね。なんかこれ聞いたことあるんだよな。すごい有名だよねパラノイアって。これはルールブックになるのか。じゃあめちゃくちゃむずい TRPG、 これ読んだらできるか。なんかね、そう、動画で見たことある。俺これ動画で見たことあるというか、動画が上がってるのを見たことある。パラノイア、内容は知らないけど。COC と双璧をなす、そんな強いのかよこれ。 GM がクソむずい。難しいけど正直ルールは曖昧でもいい。ちょっとやってみるか。 PVP、 GM がマジで疲れる。やらん方がいいかも。なんで、なんかおすすめしない理由がある。 GM の負担がえぐい。ガチ喧嘩で発展する可能性がある。友達が減ると言われている。友情崩壊ゲー。相手の上げ足を取るゲームだからプロレスで済まさないとマジでしょうもなくなる。そんな仲悪くなるのこれ。めちゃめちゃ人選ぶやん。俺ドカポンどころか64のたまごっちのゲームで友達なくしたことある。よいしょ。みんなでたまごっちウンタラワールドみたいなやつで友達なくしたことあるよ。多分パラノイア、多分全員友達じゃなくなるね。じゃあコメント欄クソ荒れそう、そのレベル。次いきます。これね、ちょっと本当にね、怪しいから買いました。先に言っとくけど、これ怪しいから買った。エルゴノミックリストレスト。本当かよって感じ。すごい。何これ。箱おもろ。レンチクル怪しいな。しかもこれ、まず。なんかこちら、これを、こうして、こういうやつらしい。わかる？言いたい。俺が言ってることわかる？ここにこう、こういうやつらしい。怪しいでしょ？怪しくない？怪しいよね。俺もね、怪しいなと思ったの、これ送られてきた時に。だから買った。怪しいから。説明がねえ。分かった。ウォッチスキャンビフォーユーザー。最初にここに刺して、ちゃんとやんないと分かんないから、こんなので、もう一回通して、うん、これ外れるから置いてつける。え、終わり？ほんまやろな。テープ回してんやろな、おい。え、ほんと？マジで怪しいなこれ。こうやって、これちなみに高いです。ちなみにいくらか忘れたけど、普通に切れそうになったはず俺。このしょぼい作りに対してこんなすんのかやと思ったはず。2500円。いや、分からんよ、分からん。もしかしたらいいかも。ないと思う。5000円。 Amazon で似てるやつが5455円。バカげてる。本当か？いや、でも何かを流用してるって感じでもなさそうし、そうだし、結構コストはかかってそうではあるけど、いるかと言われたら結構、これおすすめしてきたやつ買ったんだろうな、本当に。俺をさ、人柱にしようとしてんじゃねえだろうな、これ。
マジで箱にコストかかってね、これね、箱にコストかかってる説は実際ある。ゲームとかじゃなくて長時間の作業、いやこれはゲーミングレスト、ゲーム用。次いきます。僕たち猫背なフンバルズ、これちょっと待って、どうなってる、何がどうなってる、これ、あーゴムがついてて、猫背をお助けするハートがあるよ、僕たち猫背なフンバルズ、これをここに置くとさ、落ちるじゃん、これ落ちちゃうじゃん、だからこれをこうお腹で支えてあげると背筋がピン、可愛くないこれ今日からずっとここにいますこいつは。めっちゃ可愛いやん、後でこれ撮ってあげよう。何度だって青い月に火を灯した、これは酸化するミステリー。1960年代イタリア、アトメ争いの火種がくすぶるマフィアファミリーの屋敷でボスが殺された。そしてボスの死体の隣にはロープで椅子に縛られた男が残されていた。ボスの弟や妻、構成員に加え、ファミリーお抱えの占い師や娼婦の行動が複雑に交錯し、事態は混迷を深めていく。世界的に流行中のマーダーミステリー、待望の日本オリジナル作品。おお、マーダーミステリーらしい、これオフライン用かな。何度経って青い月に火を灯した、これ結構アマゾンでねおすすめされるんだよね、 SNE の。これ何人だ、6人か7人、1回しかできないね。ということはつまりこのパッケージ、いやー1回きりのやついいよな。なんかね、タイムストーリーズだったかな、ボードゲームあるんだけど1回しかできないやつ、あれもねよかった。昔やったボードゲームなんだけど、ボードゲームもね結構やってて、多分5、60個ぐらいボードゲーム持ってるんだけど、いやいい、1回しかできないボードゲーム、おもろい。そういうお前はどうなんだ。犯人はこの中にいる気がする。ある洋館でパーティーが開かれた。その翌日、凄惨な殺人事件が起こってしまった。しかしその場にいた全員、妄想力と言い訳だけが達者で、推理能力はほぼゼロ。もちろん犯人が誰かわからない。刑事が来る前に容疑者の中で最もそれっぽい人物を見つけ出し、警察に突き出そう。何度も遊べるミステリー風言い訳ゲーム登場。おもろそうだなこれ。SNE じゃねえかよ、また口プ全振りなんだなこれ妄想力と言い訳だけが達して推理能力がゼロ。どんな感じなんだろう、これもおもろそうだな。これは3人から6人で20分で終わるそうです。何回もできるけど、そういうお前はどうなんだ。キャット&チョコレート、家の鍵がない、猫とチョコレートでどう乗り切る。手札のアイテムと自由な発想でピンチを回避するゲーム。ありがちなピンチがテーマの日常編。ガス欠だ、会社が盗難しそうだ、靴下に穴かなどのよくあるアクシデント、テント、メガネ、口紅などの限られたアイテムを駆使してどう乗り切るか即興で考えて発表します。ありかなしかを判定するのは周りのプレイヤー。真っ当な回避方法もよし、ひねった回避方法もよし、自由なアイデアと強引なこじつけでうまいと納得させましょう。チームカードを1枚ずつ引いたら内容を確認せずに捨てて、誰がどのチームか知らない状況で、ゲームを始めます。各種アイテムカードを3枚引いたら順番に山ほどイベントカードを1枚引いて、書いてあるピンチな状況を手札のアイテムを使ってどう切り抜けるかを説明します。例えばアイドルに恋をした、仕事も勉強も手につかない、アイテムはおかんとドライヤー。おかんの頭をドライヤーでアイドルと同じ髪型にセットして、あのアイドルもいずれはこんな姿になると想像することに冷静さを取り戻すなど、そういう風になんか今あるもので乗り切るらしい。ゴリ押しゲーだな。3人から6人20分8歳以上のボードゲームです。キャット&チョコレート日常編、面白そうだね。これもイーブイのペチャペチャンコのイーブイ、これもしかしてただのぺちゃんこの EV 説明。ケツ、赤ちゃんが喜ぶやつかこれ、うるさ、もしかしてめちゃくちゃうるさかったこれもしかしてめっちゃうるさかったこれ、ごめんね。でも俺赤ちゃんだったら多分喜ぶよ今多分。スナッキーブラックパンチミックスドナッツ、なんと黒胡椒アーモンドとかいう黒いアーモンドが入ってる。竹炭黒胡椒豆、黒胡椒おかき、パスタスナックブラックペッパー味。すごい、なんか黒いのがめっちゃ入ってる。アーニャ胡椒好き、
おっ黒クソうまいやん。黒いアーモンドどこだよ。黒すぎだろ。なんだこれ。おいアーモンドの皮だけになってるこれ、黒いのに。最高や。タワー、カップの中に入るゴミやホコリを防ぎます。シリコンカップカバー。パッと見た瞬間に若干欲しかった。これただのシリコンの蓋です。これで飲んで時にこう。すごいマジでずれない。これすごい食いつく。これでいい。山崎実業です。知ってる人は知ってる山崎実業です。アマゾンのよく買い物する人だったら知ってる山崎実業です。最後、今回のアマゾン最後はこちらです。バーンマシン2。くそおめえ、なんだこれ。うん、重てえ。これ何、トレーニング機器だと思うんだけど、多分回すやつ。よし、最後運動するか。バーンマシンの最もポピュラーな回転方法、本体が体の垂直になるようにグリップを握りパンチを打つように回していきます。反対。本体中央のダイヤルを締めることで回転抵抗を加えることができます。本体を体と平行に持ち、外側から内側にドアノブを回すように動かすと手首に刺激を与えられます。ちょっと緩めるか。一旦ちょっと緩めるか。あ、軽い。めっちゃきつかった。重てえ。でも本体重てえからさ、回転のあれがなくても結構きちい。これいくら。なんかすげえ肩にくる。あかん、もう無理や。あっかん、マジで。あっかん、これ。あっ、13,000円。高いよ。13,000円は。嘘でしょ、これ13,000円もすんの。ないかも。価値。ちょっと待って、一回手洗ってきていい。寿司食いて、普通に寿司食うわ。あー、よかった。炭酸水とビールしか飲んでないからめっちゃゲップがする。柿の葉寿司食べます。今週のチャンピオン、今月のチャンピオン、柿の葉寿司です。ちょっとアマゾンのやつちょっと米パサパサかも。でもうまい。なんでこんなに美味しいんだよ。柿の葉で包んでるの意味あんのかな。ちょっと元も子もないこと言っちゃった。柿の葉の香りかな、これ。本当にうまい。普通のね寿司とやっぱね違うでね、やっぱサバがうまいから。買うならね、サバ5個入りとかあると思うから。他にもなんかあった気がする。なんか4種盛りみたいな。タイか。葉っぱ食わんの。これ葉っぱはあのお味噌汁に入れて、あの湯がいたらめっちゃ美味しいです。なんでこれ後でお味噌汁にします。全然嘘。柿の葉なんて食えないよ。食えるわけないだろ。濃いめの寿司、酢が強めの寿司みたいな感じかな、多分。味的にはスト臭みが強くてうまい。そう、押し寿司。これ押し寿司だよ。なんかこれあるじゃん、これ。この箱こうなってるじゃん。これかこう入ってるんだよ。これで押してるんだって、箱で。もうって書いてる、ここに。押しを効かせるためにこういう箱にしてるって書いてる。今の話本当だと思う。ちなみに今俺がした話本当だと思う。もう何も信じれなくなった、俺が言うこと。本当です。うわ、もうあと1個だ。終わっちゃった。もう全部食べちゃった。10個入ってたのに。食いすぎか、ちょっと。あれ、ちゃん、これ久しぶりにビールなんか飲んだわ。なんか食事とかで飲むってなっても、俺ビールじゃなくてハイボールとか飲んでたから。
ちょっとこっから普通に雑談なんだけど、この前実はあーちゃんの実家に帰ってて、俺あの GTA 最終日いなかったと思うんだけど、北海道行ってて、俺あーちゃんの実家に行ってたの。いやもう向こうの家に泊まってたわけよ。俺向こうの家に泊まって、向こうのあーちゃんのお母さんがご飯作ってくれたわけよ。朝ごはん作ってくれたから、朝ごはんを向こうのお父さんお母さんとこう食べてたわけよ。食べてたらテレビ流れてて、なんか今週の衝撃のニュースランキングみたいな、朝のワイドショーみたいなやってて見てたの。そんなら第3位みたいな、福原愛なんか離婚調停かみたいな、子供を裁判で取り戻すみたいなニュース始まって、いやクソ気まずいやんみたいな、気まずいみたいなこと言って笑ってたの俺。いやめちゃめちゃ気まずいじゃんみたいな、こんな向こうの実家やってる時でこんなニュース流すなよと思ったら、第2位広末涼子キャンドル・ジュン離婚。クソおもろくない、連発で出てきたんだよね。向こうの実家でみんないる中でちょうどつけてすぐ3位と2位だった。面白すぎたさすがに。うわ、マウスウォッシュエビオス飲むか。十条ガチでいかれてね。炭酸水で飲んだらやばいかな。ちょっと胃がね本当に悪い。でも俺ね薬飲むのめっちゃ得意。すごくない？俺めっちゃ得意なんだよね、錠剤飲むの。多分喉クソでかいんだと思う。柿の葉で包んで飲むといいぞ。再利用、どうしても柿の葉寿司を再利用したい団体がいる。ちょマウスウォッシュするか。封を切って一方分を口に含み20秒ゆすいでから吐き出す。いやちょ一回ガチで汚かったらあれだから、一回向こうで吐いてくるわ。でもぐちゅぐちゅだけやろうかな。ぐちゅぐちゅはしません。ふん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 。分からん、なんか汚いかも、なんか泡立ってて分からん、コーラみたい。なんかちょっと見せるのやめとくわ。ああ、え、ちょっと待って、なんかなんか鯉の餌みたいな。鯉の餌みたい。味はね美味しい、なんか鯉の餌みたいな。あー疲れた。あーこれで7月終わりと。どうでした今月は。無限ガチャ芸人終わりがない。ガチャと TRPG おじさん、オーマイガーだよ、オーマイガー。ガチャ引きすぎだよ。そろそろカフカに来る。カフカの素材は集めておきましたが、メインストーリーが進んでないのでボス素材がありません。ジンマだ、40レベルです。ふざけるなよ。まあ、一旦お片付けしてくるわ。じゃあお片しなくちゃ。マウスの充電切れてる。踏んだり蹴ったりすぎる。もしかしたらこんなタイミングで切れるかよ。